第二代アルベマール公爵、クリストファー・マンクは、イングランドの貴族。初代アルベマール公、ジョージ・マンクト・アン・クラージスの一人息子。1662年に密かに、グレー放送委員に入学。1667年1月には13歳の若さにもかかわらずデボンシャーから、会議員に選出され、正解に、進出。1670年の父の死で、 アルベマールコークライを継承して上院へ移った。また、父が任命されていた、進出係自重ボーランド卿も受け継ぎ、1675年に、デボンシャーチア治安判事とエセックス当館イングランド陸軍のいくつかの名誉連隊隊長にも、任じられ、1678年から1679年まで、クイーンズ騎兵連隊隊長を、 1679年から1685年まで、この駅兵第一中隊隊長を務めた。1681年1月6日、アルベマールの使用人と肉屋との間で行われた、試合がイングランド最初のボクシングとして記録されている。1682年から亡くなる1688年まで、ケンブリッジ大学総長も在任した。1685年、 ジェームズ2世の即位に乗じて、老いのモンマス公爵、ジェームズ・スコットが反乱を起こすと、デボンシャー等間、治安判事を辞職して、モンマスを迎え撃とうとしたが、反乱軍に出くわすと戦わずに撤退した。以後は、ウィリアム・フィップスの公開援助をしたり、1687年に、ジャマイカ総督に任命されたが、翌1688年に、ジャマイカで35歳で死去。 1669年にホワイトホール宮殿で結婚したニューカッスル公ヘンリー・キャベンディッシュの娘、エリザベスとの間に子供はなく、マンク家とアルベマール公院は断絶した。1696年にジェームズ2世はアルベマールくら位を復活させ自分の書子、ヘンリー・フィッツ・ジェームズに助釈したが、ジェームズ2世は1688年の名誉革命でイングランドを追放された。 王名のみであり、イングランドで、実効性がないジャコバイト貴族としての尺位でしかなかった。また、1697年に、ウィリアム3世が、長身のアーノルド・バンキヘッペルを、アルベマール白衣に、助舎、子孫は、白爵として続いていった。アルベマール自身はなんだ業績がないまま亡くなったが、二人の重要人物を引き立てている。一人は、ハンス,スローンで、 アルベマールのジャマイカ府人に医者として同行、ジャマイカの収集品や他のコレクションを集めて寄贈、後の大英博物館の基礎を築いた。もう一人は、ウィリアム・フィップスで、アルベマールの援助で公開中にナンパ船を引き上げて、大儲けした後は、アメリカの植民地へ渡り、ウィリアム王戦争でフランスと戦い、1692年にマサチューセッツ湾直轄植民地総督に任命された。 ありがとうございます。